うさんくせえ顔並べやがってお前ら。え？笑ってられんの今の人だぞこの野郎。やべえの来たからな、おい。おい、スイッチ入ってんだよ、お前こっちは。あ？その薄ら笑い。消えてるぞ、お前。そこでビッて待ってろよ、ほら。読むぞ。お前？失礼だと思いますので名前は伏せさせていただきますが、何かされたわけではないですが、ヨアン堂のスタッフさんにリアコしてしまいました。院長さんはどう思うか教えていただきたいです。できればスタッフさんはもし自分だったら、または自分じゃなくてもどう思うか教えていただきたく思います。20代女性からのマシュマロです。さてちょっと心理学かじってるんで、カメラお前らの方に向けちゃうか。あ、カメラわかるか。全員がうさんくせえぞ。あーあああ知ってまだね。なんかガン決まってるやつが違う疑惑が出ると思う。ああこのチェルシアット。おいエラエラしてんじゃねえぞ。おい、これ裁判だからこの動画は。なあ、思い当たるやついいんだろ。この中で既婚者でないもの手を挙げてみろ。いないな。全員結婚してるな。でありながら20代の女性にリアコをさせてしまうやつ、何かされたわけではないですが、されてるねこれ。お前か。おいた。怪しいやつしかいねえじゃねえかこの店。おい、最近知ってっかお前、整体師とかマッサージ系でセクハラ 2,3 件捕まってんだぞ。そんな中お前これなんかやっちゃうねこれ。お前か。いや、あ、ないかも。多分俺だと思うんですよ。でも20代ですか、ね、僕かもしれないですね。自分の可能性も高い。そういう代、前半ですか後半ですか。書いてねえよ20代。おおい、なんだその食べ盛りみたいな言い方お前。20代誰だよ、思い当たるやつ。おい、いるだろこれ。だってお前スタッフにも来てんだろ同じマシュマロ。ガチやんけこれ。リアコじゃなくてガチコやろこれ。そんなに刺しちゃった。
お、待って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 。お前か。俺だと思われさ。反論ないの？いや、もしかしたら俺かもしれない。お前はガチで怪しいな。誰だおい。もう何腰で罪を犯してもちょっとバレないと思ってお前お前がやらかしたんこれ。いやー否定できないっすよ、ね、誰だよ。いやでも俺ね、過去にちょっとガチなやつじゃねえかよ。お前はやったんかお前。これ坊主にもなったんで。こいつか。いこれ誰だこれ。おいレッド、他人事の顔してんなお前。僕は最年少なんで、ずっと僕だと思ってます。リアルペーなおい。じゃ待って待って、お前俺がだって一番チョコもらってんだから、これ俺だろ。俺30個近いんだぞチョコ。俺だろこれ一番もらってますか。俺だろこれ。数じゃねえ。いやいや数じゃねえ。え、どういうことお前。案外だよ。ちょっと俺もねやっぱ負けてなかった。俺も結構もらってました。何個もらったんだよ。まあ10個以上、まあ、数じゃない。お前俺3倍じゃねえかこの野郎。ふざけんなお前。おいこういうことしちゃってんのかお前。身に覚え全くねえんだよ俺は逆に。ふざけんな、絶対俺だぞお前。うるせえ、ふざけんなおい。なるわ、おいおいおい、かかってやるぞ。おいおい、やらせろ。はい、じゃあそういうことで俺だ俺だになっちゃってご覧のありさまです。大喧嘩になりました。こんなに殴り合ったのはいつ以来だろう。どうしたらそんな破けたの。弱すぎ、弱すぎなんと違う。まあ結局良いショット、犯人分からずですね。はい、まあ応援してもらえたりですね、好きに思ってもらうのはね、男子としては嬉しいですよね。ありがたいことでございます、もちろんね。なんですけど、まあ、我々全員既婚者でありますから、そっから先を希望しちゃった場合はですね、恋を実らせるっていうことになっちゃいますよね。ということは大事なこと、もう取っ組み合いになってね、分かった大事なことを伝えたいと思います。それは真剣に聞いてほしいんですけども、あなたのお口が硬いかどうかです。意中のスタッフにそっとあのマシュマロ私ですとそっと伝えてください。そしてあなたの口が硬いかどうかです。大事なことなんで2回言いました。男性っていうのはね、いつでもあわよくばです。ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで、実際どうすか。どうなんですか。実際、リアコです言われたの。あ、リアコです言われたな。リアコ言われたらやべえな。ちょっとそれはダメだよって。嬉しいけどねっていう。でも何がどう、何をどうしてんだよって話だからね。そうなんですよ。うん、だから僕らをさ、テレビに出てる人とかみたいな感覚で見てんじゃないかなって思っちゃうよね。うん。うん、まあ、僕ら素人なんでね。だからまあ、この中で一番、あのすぐポロンと落ちちゃうのはゴー君とチェルシーです。いや待ってんじゃんこれ。いやまだ落ちてないから分かんないでしょ。あ、だからもうあの狙いがゴー君とチェルシーだったらまあ一発だよ。そんなことないです。じゃあ多分お口硬い、もう念押したから。あ、そっか。だってもうほら迷惑かかるかもっていうことで名前伏せるぐらいの方が。そう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 、うん、そう俺に怒られちゃうかもだと思って。だから僕ではないと思うんですよね。いや分かんないですよそれは。いいの。もしかしたらいいのそんな。いやそれはまあないと思うんですよ。もうそれも100断言できる。100。あ、まあだからあのなんで見てる。まあでもね、すぐ落ちますけど、彼らは僕らに対してお口軽いですからね。まあ結果公になりますよっていうことですね。はい、どうですか、もしリアコですと言ったら。リ
パワーを。どうですか。痛くないですか。いいですから、いただきます。シュニアは。あれですか。俺はもう罪背負って生きてる状態なんで。いやいや。過去の話ですよ。今よ。今ですか。もうこの子が実は自分のリアコは大正シュニア先生です。とりあえず線路沿い行こうか。はい、行っちゃう。レッドは。まあ、まだ若いんだけど全然軽いな、見た目と違って軽いな。そうだね、予想以上に軽いな。フットワーク軽いね。チェルシーはよし、もうおーおーって感じで、もうどういうことちょっと気持ち悪い人ない。気持ち悪い人ない。いきなり話しすぎて。僕ガチ来られたらどうする。ガチ来られたらちょっと話、どういう話聞こうかって多分なっちゃう。これはやりますよ。これ今はもういや、まあ、いいんですか、飯しましょう。秋どうする。いや、4号線いっぱいいいお店あるから。ああ、そっち行っちゃった。行っちゃった、行っちゃった。意外とフッカレなんで。はい、ちなみにですね、これはエイプリル風だから、やってる動画でございますので、本気にしないでください。浮気をさせるのも、するのも、非常に気持ちの悪いことだと思ってるんで、で、あと、既婚者だって分かっててガチで恋されちゃった場合は、あなたは自分を安売りしてるんですよってことですね。まあそのそれでね、よし、ちょ、いっちょこっていう人だっているかもしれない。分かんないんでね、俺もここ出た先のことは分かんないんで。やっぱレッドとかチェルシーとかゴー君は分かんないんでね。はい、ということで気をつけてください。安売りしないでください、自分のこと。はい、でもね、まあ、やっぱり最後に伝えておきたいのは、あなたのお口は硬いですか。ご視聴ありがとうございました。わざわざ服まで引き裂いて。どうしよう、これ乳首チラチラしてたらどうしよう、これ。まあいいや、これ収益感なくてもいいや、俺。もう面白かったから。